こんにちは、モロメン全員学。今日でなんと最終日になります。昨日、おととい動画を出せずに申し訳ありませんでした。それからこの数日間の間に、YouTube の登録者が100人と TikTok は400人を超えてとても嬉しいです。ありがとうございます。大きな夢があるので、それに向かってまだまだ頑張りたいと思います。もし書き忘れている方がいらっしゃいましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。実はすでに2人書き忘れそうになりました。このイラストを描くまで全然切り抜きとか見てなかったホロメンもいらっしゃるんですけど、改めてデザインの可愛さに気づいたり、その人の魅力に気づいたりして結構楽しかったです。このロボコさんは個人的になんか可愛く描けたなぁと思います。あとさっき描いたサナさんも結構お気に入りです。もともとの初期のデザインでメガネをかけてるホロメンってロボコさんしかいないんですよね。メガネキャラが好きな人とかも結構いらっしゃると思うので、個人的にもう少し増えてほしいなぁと思います。こちらの2人のイラストはホログラからですね。JP の方は結構ホログラから撮った人もいます。あ、こちらの2人もちょうどホログラからです。このホログラも結構2番目に好きなホログラです。個人的にねねさんの初期衣装より今の衣装の方が私はタイプですごい可愛いなと思います。ここからはもう最後の個人的にレジェンドみたいなイメージがあるお二人ですね。ということで今まで見てくださった方ありがとうございました。これでホロメン全員学の企画が終わりになります。全体の画像は概要欄にある Twitter などから見ることができます。よろしければチャンネル登録お願いします。バイバイ。